皆様、こんにちは。東京エレクトロン株式会社代表取締役社長 CEO の Kawaiでございます。本日はセミのお取り計らいにより、このような講演の機会をいただきましたことに、厚く御礼申し上げます。また、業界の発展に向けて、共に歩んできたセミが、創立50周年を迎えられたことに、心よりお祝い申し上げます。2020年は、新型コロナウイルスが世界的に蔓延し、人々の生活に大きな影響を与えました。また、日本だけではなく、世界各地で自然災害が発生し、多くの被害をもたらしました。これらの影響を受けられたすべての皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、医療従事者など、献身的に対応されている皆様に対し、この場をお借りして、心より感謝申し上げます。一方、このような地球規模の問題に対する迅速な対応が叫ばれる中、テクノロジーの進化が様々な社会の課題を解決し、人々の生活をより豊かにしていくと考えています。ここからは、当業界の動向と最先端の技術と確かなサービスで夢のある社会の発展に貢献します、と示した東京エレクトロンの基本理念の実現に向けた取り組みについてご説明いたします。まず、10月に発表された IMF の GDP 成長率予測によりますと、今年の世界経済は前年比マイナス 4.4% となり、2008年の世界金融危機を超える大きな落ち込みが予想され、まさに未曾有の状況に置かれています。一方、歴史を振り返りますと、人々は様々な経済危機に直面しながらも、技術革新の歩みを止めず、新しいテクノロジーやサービスの普及を加速させてきました。例えば、2001年の IT バブル崩壊以降は、SNS、クラウドコンピューティング、スマートフォンなどが生まれ、普及が進みました。また、2008年の世界金融危機の後では、IoT やビッグデータ、それに AR、VR、MR などのテクノロジーが加わり、経済が回復し、その後発展につながりました。そして今、コロナ禍において、新たな生活スタイルや働き方が施行されています。ステイホームに伴うテレワーク、オンライン教育、動画配信サービス、インターネット、IoT を活用した食料の生産と調達。医療の分野では、オンライン診療や AI を使った創薬の開発が進んでいます。このようなことから、どんな状況下でも経済活動が止まらない、強くしなやかな社会を作るため、世界は ICT、情報通信技術を強力に実装し、それとともに経済は必ずや回復に向かうものと考えております。データ社会の移行が加速する中、世界でやり取りされる IP トラフィックの量は、2030年に向けて年率約 26% の爆発的な増加が予想されています。これを支える第5世代移動通信システム 5G は、高速、大容量、低遅延、そして多数同時接続という特徴を持っており、スマート社会を実現するミッションクリティカルな製品やサービスが急速に普及していきます。その一例が、モビリティ・アザ・サービス、MaaSというシームレスな移動サービスに必要な車の自動運転です。自動運転では、とりわけ事故を防止し、快適な交通サービスを実現するために、タイムリーに大量のデータをやり取りすることが求められます。このような
マシントゥーマシンと呼ばれる機器同士の通信では、人が端末を扱うよりも膨大なデータが高速に処理されるため、人間の認知能力を超える高性能な半導体が必要になります。半導体はかつて産業の米と言われていましたが、これからも進展する第四次産業革命と豊かな社会の発展を支える米として、ビッグデータ時代の中心的な役割を担っていきます。半導体に大容量、高速、高信頼性、そして低消費電力などの技術ニーズが求められ、技術革新が続く限り半導体市場の成長は止まりません。1947年のトランジスタの誕生から約70年が経ち、世界の半導体市場の規模は2019年で約4000億ドルに成長しました。そしてその規模は今後10年間で約1兆ドルに到達すると予想されています。これは現在の市場規模の2倍以上、すなわち今後10年で今と同等以上の市場がもう一つ立ち上がることを意味しています。ビッグデータ時代のさまざまなアプリケーションやサービスの実現と、そこで必要とされる莫大な半導体需要に応えていくため、半導体の製造技術も進化と多様化が進んでいきます。その一つ目は微細化の追求です。ご存知の通り、半導体の製造技術は微細化によって牽引されています。これによりPC、サーバー、スマートフォンなどで使われる CPU やメモリーなどのコストを抑え、高性能かつ大量に製造することを可能にしています。最先端デバイスで使われる EUV によるダブルパターニングの加工寸法は、ハーフピッチで約10ナノメートル。これは髪の毛の1万分の1のサイズにあたります。その製造プロセスにはまさに究極の加工技術が求められております。二次元の微細化からさらなる高密度化と高速低消費電力化を実現するため、三次元構造のフィンフィットが登場し、今後はその進化に向けてゲートオールアラウンドやシーフェットなどのより複雑な三次元構造と、さまざまな新しい材料の導入が検討されています。二つ目はカスタマイゼーションです。 AI の演算処理を向上させるため、専用に設計された ASIC の開発やデバイス内に不揮発性のアナログ素子を入れ込み、人間の脳の動きを模倣したアーキテクチャを実現するニューロモロフィックデバイスの開発が進んでいます。またロジック、メモリー、センサーなど異なる機能を持つ複数のチップを接続することにより、多機能で高性能なシステムを一つのパッケージの中に実現するなど、ある目的に特化することで大幅に性能向上を狙う、いわゆるドメインスペシフィックデバイスの開発製造が進んでいます。三つ目はハイパーマスです。データの価値が高まるにつれて、大量のデータを生み出すデバイスの需要は今後桁違いの広がりを見せていきます。これに対応するため、すでに量産技術を確立した非先端ノードの製造ラインで、稼働する装置のアップグレードなどにより生産性を極限まで高めることが施行されています。このように究極の微細加工精度が求められるモアムーは、設計技術と製造技術のコンビネーションで目的に特化したデバイスを製造するカスタマイゼーション、非先端ノードで高生産性を追求するハイパーマスなど、
製造技術の多様化への対応が必要になっています。そして、お客様の技術ニーズが高度化、多様化する中、装置メーカーに求められるソリューション提供への期待はますます高まっています。当社は、微細加工のためのパターニング技術に対して、塗布現像、エッチング、洗浄、染膜の連続する4つのキープロセス装置を持っています。先端テクノロジーノードのデバイスに向けた EUV 露光に対応するクォーターデベロッパー、超微細加工を実現する高選択比対応のプラズマエッチング装置、ナノレベルの不純物や不要な膜を除去する洗浄装置、原子レベルの膜圧制御と高カバレッジを実現する ALD 装置など、革新的かつ究極の加工性能を持つ装置を多数取り揃えております。ここでその一例として、ウェット洗浄後の乾燥工程に超臨界流体を用いた装置をご紹介します。洗浄後の乾燥処理には長年アルコールが用いられてきました。しかしデバイスの微細化が進み、間口が狭く、かつ深い構造の工程では、従来の手法を用いると表面張力によるパターンの倒壊が大きな課題となっていました。当社はその解決方法として、原理的に表面張力がゼロになる超臨界流体を用いた乾燥技術の開発を進め、この度量産化に成功しました。この技術を搭載したセレスタ SCD は、従来技術の限界を突破し、さらなる微細化の進展に貢献いたします。また、装置には高度なプロセス技術とともに、投資採算性やエネルギー効率の観点から、スループット、稼働率、スペース効率などの生産性向上が求められています。このような課題に対して、当社が新たに発表するエッチング装置の新プラットフォームエピソード UL では、プロセス処理を実施するチャンバーを最大12個搭載し、生産性を向上させています。また、装置性能を最大限かつ効率的に引き出すため、当社はデジタル技術の活用、すなわちスマートツール化を推進しています。搬送系やプロセスモジュールに多数のセンサーを設置することで、装置の稼働やプロセス状況をモニタリングすることが可能です。そして、そのデータをAI により解析することで、プロセスの揺らぎ、起差、形似変化などの課題を回避し、不止まり、そして装置の稼働率の向上に寄与します。当社では、このような取り組みをはじめ、デジタルトランスフォーメーション、DX にも積極的に取り組んでいます。DX の推進においては、センシング技術の開発強化や暗黙知を形式値にするデジタライゼーション、装置やプロセスのドメインナレッジにデータサイエンス力を加えた分析解析力、プロセスの改善や補正を行うための装置機能の開発、そしてそれらを自律的に行うための必要なデータの蓄積という4つのステップを同時並行で強化しています。ここでその取り組みの一つとして、バーチャルメトロロジー、仮想計測の技術を紹介したいと思います。現状では大半の場合、装置で処理されたウェーハーは抜き取りで検査されています。一方、このバーチャルメトロロジーではディープラーニングモデルによって予測した結果と実際の検査装置の結果を比較
検証することで、装置で処理するすべてのウェハーをモニタリングします。そして将来的には、検査工程の削減につながり、お客様の生産リードタイムの短縮と、開発・量産で使用するウェハーや材料の削減が期待できます。また、この技術の応用として、連続したプロセスにおける各装置の処理結果を仮想的に確認し、そのデータをフィードバック・フィードフォワードすることで、ベストなプロセス結果につなげ、お客様のぶどまり向上に貢献することが可能です。当社はこれをモジュールプロセスオプティマイゼーションとして、グループ全体のナレッジを融合し開発を進めています。また最先端のみならず、非先端ノードで作られる汎用デバイスの大量生産も求められ、より一層の生産性向上が重要になる中、累積7万4000台を誇る当社の納入済み装置を最大限に活用していただくため、遠隔保守サービステレメトリクスを展開しています。稼働率向上、スループットの改善、装置のアップグレードなど、お客様のニーズに合わせたサービスを提供していきます。また当社では DX の強化を目的に、ソフトウェアの開発拠点である札幌の事業所を移転し、今年の11月、デジタルデザインスクエアとしてオープンいたしました。より創造的な空間と最新鋭の設備を導入し、開発を行うとともに、データサイエンティストやデータアナリストなど、DX に必要な人材の育成や採用に努めていきます。加えて、自社の開発だけではなく、外部との連携も進めており、その一つとして、プリファードネットワーク社との共同研究を実施しています。世界トップクラスの AI 技術を持つ同社の協力のもと、AI を用いた装置の最適化や自動化などに取り組んでいます。これまでご説明してきたように、当社は長年、業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力、実績に基づくお客様からの信頼、環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる当社の社員とチャレンジ精神のもと、メーカーとしてベストプロダクト、ベストテクニカルサービスを追求していきます。そして事業活動を通じて、社会課題の解決にも貢献し、高く信頼される企業を目指していきます。特に気候変動への対応は世界全体の喫緊の課題となっており、東京エレクトロングループは中期環境目標を定め、グループ一丸となって取り組んでおります。まず当社のバリューチェーンにおける CO2 総排出量のうち、出荷した製品の使用時の割合が全体の約 87% を占めています。このことより、製品の省エネルギー化として、2030年までに、ウェハー1枚あたりの CO2 排出量を2018年比で 30% 削減する目標を立てました。使用基地のロードマップを策定し、エネルギーや各種材料の使用量、製品の設置面積などの項目に対して、目標達成に向けた活動を推進しています。また、事業所においては、2030年までに、2018年比で CO2 の総排出量を 70% 削減することを目標にしています。すでに自社工場の一部は、太陽光発電による再生可能エネルギーを使用していますが、2030年までに国内外すべての拠点で再生可能エネルギーの使用比率を 100% にする予定です。そして価値創造の源泉である社員はもとより、お客様やお取引先様とともに、サプライチェーン全体として環境をはじめ、安全や品質、
そして人権や倫理への高い意識を持って、サステナブルなオペレーションを実現すべく、グローバルスタンダードに準拠した取り組みを推進していきます。IoT、AI、5G、そして 6G。今まで以上に情報通信技術が発展し、世界中の人々の生活に浸透していきます。エッセンシャル産業を支える半導体やディスプレイ、そして私たち製造装置メーカーに対する技術革新への期待は未来に向けてさらに高まっていきます。1963年の創業以来、当社が培ってきた豊かな技術力と確かな技術サービスをもとに、東京エレクトロンだからできる付加価値の高い世の中にない技術を創造し、サステイナブルな社会に貢献すること。これこそ当社の使命だと考えています。すべては夢のある社会の発展のために。本日はご清聴どうもありがとうございました。